プヤホイさんから送っていただいた腕時計が届きました。デンマークから。それでは早速開封していこうと思います。本物の竹が使われた箱になっていて、かなりこだわっています。インテリアとしても十分使えそうですね。巾着袋の中には工具とメッシュのストラップが付属されていました。ビアホイは2013年にデンマークの首都コペンハーゲンで設立された腕時計ブランドです。木とステンレスというのを軸に個性的な腕時計を作っているので、自分の好みに突き刺さるようなブランドさんです。自分はブラック&ゴールドというシックでかっこいいモデルだったり、ザ・ローズというクルミとローズゴールドの組み合わせが美しい腕時計、それからノーティック58度ノースという外側まで木が使われた腕時計をありがたいことにこれまでいただいてきました。今回ご紹介するのは4本目のベアホイの腕時計でございます。今回の腕時計もすごくおしゃれなので、詳しく見ていこうと思います。今回ご紹介するのはベアホイのザ・ゴールドでございます。天然のウォールナットとゴールドステンレスの輝きが結構明るい印象を受けますね。でも下手に目立つというわけではなくて、細部までこだわられた表面の仕上げによって非常に上品に仕上がっております。こちらのカーベルトの腕時計は定価が 25,857 円です。ですが購入する際にゴールド15と入力していただければ 15% オフで4000円ぐらい安く買うことができるので、ぜひ10月31日までに使用していただければと思います。文字盤の素材は真ん中を境に2層構造になっていて、遠くから見ても個性的な腕時計だなっていうのを感じます。ビアホイの面白いところが、すごくスッキリとしたケースの形状なんですよね。他の腕時計と比べてみても丸っこくて可愛らしい印象を受けます。腕時計ってストラップのつなぎ目の金具が出っ張っているのが多いんですけれども、ビアホイの腕時計はつなぎ目のところが内側に寄っています。直径40ミリと大きめな文字盤なんですけれども、7.25ミリの薄めなケースと無駄を削ぎ落とした金具によって非常にスッキリとした印象を受けます。それではこちらの文字盤について詳しく見ていこうと思います。文字盤のゴールドステンレスはツヤが抑えられていて、ウォールナットの木材と違和感なくマッチしています。下側のゴールドの方には4時から8時までの数字が刻印されているんですけれども、よく見ると上側の木の方は何も数字が書かれていないです。秒針はついていなくて、分針と時針のみの腕時計なので、ケースの形状とマッチするようにかなりスッキリとしたデザインとなっています。針を動かす心臓部分のムーブメントは、長野県の御代田のクォーツのものを使用しています。ゴールドのインデックスのところは斜面になっているので、文字盤の中にも高低差があります。影の出来具合とかそういうところも結構見応えがあって、眺めるだけでも楽しい腕時計となっています。ガラスはサファイアコーティングが施されたミネラルクリスタルガラスが使われていて、傷がつきにくいようにコーティングがされています。雨や汗などの水滴には耐えられる3気圧防水に対応した腕時計です。ただちょっと気になる点としては、文字盤と針がゴールドで同じような色になっているので、時間帯によっては視認性が悪くなるかなと思いました。実際につけてみるとこんな感じです。40ミリの文字盤は男性の方だとぴったりなサイズ感です。これよりも小さい34ミリのプチバージョンもあるんですけれども、それは女性用になっていて、ペアウォッチとしてもいいんじゃないかなと思います。20ミリのストラップにはイージーレバーが搭載されているので、簡単に着脱することができます。メッシュベルトのモデルも用意されていて、こっちをつけてみると雰囲気がガラッと変わりましたね。工具がついているので、長さの調節も簡単に行うことができます。こうやって並べてみると、それぞれメッキの色が全然違うので、雰囲気が大きく変わってきます。ローズゴールドは落ち着いていて高級感のある印象、それからガンメタルはシックで非常にかっこいい印象、ゴールドは上品な輝きという印象を受けました。ということで今日はベアホイのザ・ゴールドの紹介をしてきました。 15% オフクーポンは他の腕時計でも使えるそうなので、ぜひこの機会に使用していただければと思います。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。